事務所に入ったことでアイドルとしてデビューできたこと、ファンの方に出会えて応援していただけたことは、あと事務所には本当に感謝もしています。私ももっと頑張りたかったんですけれども、辞めてから7年間芸能活動ができないというふうに脅されていて、私と同じようなこのような契約によって私と同じ状況になる人がこれ以上増えてほしくないと私は思って、今回訴訟を提起させていただきました。契約をしたときはまだグループ名とかも決まっていない状態で、デビューが決まったというふうにレッスンがそれまですごく長い期間あったんですけれども、それからデビューが今のメンバー前のメンバーで、デビューが決まって、でその時に契約書を書かなきゃいけないというふうになって、私もこの芸能界に初めて入ったのがこの事務所だったので、その契約っていうものがどれだけ重いものかというか、その紙に書いてあることを読んでその字を書くっていうことがどれだけその重いことなのかっていうこともまだ理解していない状況で、でもデビューできるっていう嬉しさがすごくあったので、それでそうですね、その時はなんか嬉しい気持ちの方が勝ってしまって、なんかあまりその辞めてからの契約とかにこう目が行くような風には自分ではなかったとは思ってますね。嬉しい気持ちの方が大きかったです。はい、日だと計30万くらいで前後だったと思います。やっぱりその辞めてからその5年間から2年間で7年間縛りがあるっていうことに関して、もっと注意深く考えてから行動するべきだったかなって今はすごく思っています。実際その事務所の中にはそのもう精神的に限界と追い詰められて、この状況が続くならいそしんでしまおうと何度も考えたと思いましたってことを書いてると思うんだけれども、はい、具体的にこれいつ頃どういうふうなことを聞くにしてどういうふうに思ったのか。まず、まあ、ライブを重ねるにつれて、まあ、こう私たちは衣装とかをこう自分たちで考えたりとかもしてて、まあ、事務所側がこういう衣装を着てこういうあのライブをしてほしいって言われることがなくて、自分たちで全部自己プロデュースみたいな感じであのやっていて、でその中で、なんかもっとやれることがあるんじゃないかって自分たちで思うんですけれども、そこも、まあ、制限されてしまって、その事務所からもその7年は絶対芸能活動はしてはいけないってすごく強く言われていたので、それがなんかこう自分でどうしたらいいんだろうっていう、どう動いてこれからしたらいいんだろうっていうのをすごく考えていて、そういうふうに思います。なんかその時はこう説明を契約書にサインする時に説明を受けたんですけれども、まあ売れればその給料は来る、その歩合として、まあ、来る、この3万円は来ないけど売れたらこう来る、もっとか、まあ、頑張り次第によってはもらえるっていう風に説明を受けたので、まあ、なんか頑張ろうってその時は、まあ、思いましたね。だんだん、そうですね、だんだんこう何回もライブ1日2本とかライブすることもあって、そういう風なライブが続いていく中で、まあ、どれだけ頑張ったらそのお給料がもらえるのかっていうことも実際マネージャーさんに聞いたりもメンバーからしたんですけれども、そこには答えてもらえずに、こうあやふやにされたりとかもしてたので、そうですね、でも多分私と同じような状況の人も、私たちですねっていう人もたくさんいるとは思うんですけれども、やっぱりステージに立ちたいっていう気持ちがあって、みんな活動してると思うので、そこ
契約によってそこを拘束されてしまうのはすごく残念なことだし、これからも私がこういうふうに起訴することで、なんか勇気をその与えるというとあれなんですけど、そういうきっかけ、何か変わるきっかけになればいいなとは思ってます。